木の扉に彫刻されたゴルゴネオン。招かれざる、客を避けるためのもの。彫刻家、トーマス・レグナウディンが1660年頃に作った、もの。ゴルゴネオンとは古代ギリシアのペンダントを起源とする、ゴルゴーンの首をかたどった絵や彫刻。ギリシア神話のゼウスや、アテーナーも、ペンダントとして、身につけていたとの伝説がある。一世紀のアレキサンダーモザイクや、 紀元前3世紀のゴンザーガカメオにも描かれている。紀元前8世紀のホメーロスはゴルゴンに関する4つのエピソードを書き残しているが、いずれも頭部の描写しかしておらず、まるで体がないかのようである。20世紀初めのイギリス古代学者、ジェーン・エレン・ハリソンは、メデューサは、元は首だけのものであり、体を持った存在としての描写は後に改変されたものであると述べている。 ギルガメシュジョジ史に登場するフンババの首との関連性も指摘されている。紀元前後世紀まで醜い首として描写されており、突き出たしたイノシシのような牙、腫れた方、ギョロッとした目、周りを取り巻く蛇などが特徴だった。ゴルゴネオンのような顔の正面からの描写は古代ギリシアでは珍しい。 いくつかは顎髭を生やした顔であり、ディオニュースス同様に感情を荒ぶる神として表現されている。紀元前5世紀中頃になると、ゴルゴネオンは戦士として描かれるようになり、グロテスクさよりも恐ろしさが強調されるようになった。牙が描かれることは少なくなり、代わりに蛇と共に描かれることが多くなった。メデューサ・ロンダニーニとして知られるヘレニズムの彫刻は醜さはなく、 美しい女性として描かれている。ゴルゴネオンがシルクロードを通じて東洋まで伝来したものが鬼瓦の原型と言われている。男性のゴルゴネオン。紀元前6世紀末、古代ギリシアの黒絵式陶器として描かれたもの。フランス国立図書館像。ゴルゴネオンが最初に描かれたのはギリシャ美術においてであり、紀元前8世紀になってすぐのことである。最初期の例は、 ギリシアのパリウムで発掘されたエレクトロン化の一種スタテルに描かれたものである。同じく紀元前8世紀の例がティリンスでも見つかっている。さらに時代を遡った紀元前15世紀、クノッソスの宮殿からも似たような描写が見つかっている。20世紀末の考古学者マリア・ギンブタスはその原型が少なくとも紀元前6000年のセスクロ文化にまで遡れると語っている。 6世紀になると、ゴルゴネオンはコリントスなどのギリシア人員で見られる、ライオンのような表情のものが多くなった。シチリアでは、屋根の一部ペディメントに、ゴルゴネオンが描かれることが多かった。その最も初期の例は、シラクサのアポロ神殿で見られる。紀元前500年頃には、大掛かりな建築物にあしらわれることは少なくなったが、アンテフィクサのような小さな建物の屋根にはまだ使われた。 寺院以外では、ゴルゴーンの肖像は衣装、皿、武器、硬貨などの装飾として、地中海周辺、つまりエトルリアから黒海のあたりで使われた。ゴルゴーンをあしらったコインは37の都市で作られ、オリュンポス十二神に、やや劣るもののかなりの例が残されている。モザイク模様の床に、魔除けのように描かれたゴルゴネオンもあり、多くは入り口から、すぐの箇所に描かれた。 アッティカでは災難が発生するのを防ぐために釜の扉に描かれた。ゴルゴーンのイラストはキリスト教の信仰が深い地区で人気があり、特に東ローマ帝国やキエフ大公国で好まれた。イタリアルネサンスの芸術家が再び取り上げ、西にも広まった。近年ではジャンニ・ベル・サーチが服職会社のロゴとして採用している。マリア・ギンブタスによると、 ゴルゴネオンはダイナミックな生命エネルギーを持つと、されるチ母神信仰文化に由来し、ヨーロッパオリジナルの肖像であると論じた。それに対して、ジェーンエレン・ハリソンは、これは原始的な宗教心から生まれたものであり、恐怖の像を所有することで、何か恐ろしいものを取り除いてくれるような英雄が登場するであろうことを期待して作られたものと主張している。ありがとうございます。